はい、今回はパームピスト紹介動画第2弾です。あ、ポンゾナで合ってますあのポンゾナの、ダンスプラクティクスを見た感想なんですね。今回は最初そのダンスプラクティクスを見た時に感想がスワンがダンスがめちゃくちゃうまいなっていうのを感じたんですよ。あの、まあ、少しこう体型的なものがあるじゃないですか。で、体型的なものがあって、まあ、ギャップというかギャップで、でもずっと見てて何回見てもやっぱりうまいんですよ。もうどう見てもうまいんですよどう見てもうまくて、本当にタイミングとかもコンマ1秒もずれてないんですよね。で、うまくてなんでだろうなと思ってずっと考えてて、まあ、多分詳しいあの話は多分新田さんとかの方が絶対詳しいと思うんですけどまあそれはいいじゃないですか。それはチャンネル登録者数が30人ぐらいなんで、まあ、適当に見てください。はい、それでそうですね、それうまいなと思って、で何回も見てやっぱ思ったのが、まずあの顔の向き、顔がこう、この顔の面する面がちゃんとずっと前見てるんですよね。 みんなも、まあ、そうなんですけど、まあスワンは特に顔の面のこのこれがあんまり変わんないんですよ。でこうずっとダンス結構3分とか結構ハードじゃないですか、あのダンスって。でもちゃんとにこう前を向いてこう自信を持った顔でダンスを踊ってるっていうのがやっぱすごくて、なんかそれもまあうまいのかなっていう、この自信を感じさせるような感じのイメージがありますし、あの顔のやっぱ向きっていうのはやっぱすごくあの見ててなんかいいなっていう感じはしました。あと次のポイントがこの指先、まあ、腕とか指先とかのこのこう王冠作ってこうやってやるじゃないですか、こうやってそのシーンの王冠のこの指の形がこういうなんかこんな感じあるじゃないですか、この時の王冠のこの指が本当に綺麗でちゃんとやってるんですよ、綺麗に。あとそういう風なところもちゃんとにこう踊れてるっていう、ちゃんとそこまでちゃんと気をつけてちゃんと踊ってる感じもするんですよね。あとやっぱりこうダンスのタッチ感というか、タッチの感じなんかこう軽いタッチでこうパッ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 って踊ってる感じとかもなんかすごいちょっとびっくりしたんですよね。私はですよ。でも本当に RBW で言ったらあの天才のフィーンのあのクラスのダンスというか、あのクラスのダンスに、あのクラスのボーカルとダンスに行くんじゃないかなっていうぐらいの可能性というかスワンには感じました。はい、ただパフォーマンスというかの実際にステージ上でパフォーマンスの動画を見るとやっぱり違うメンバーのみんなの方がちゃんとにこう歌ってるし踊ってるというか、結構スワンはあのパフォーマンスの時にちょっとダンスを結構サボってるというか多分こうターンする場所とかターンしたかったりとかあるんで、多分そんなにこう余裕がないというか、あの多分ダンスと歌が多分こうそこまでこう余裕がない感じはやっぱするんで、これがまたね、もうダンスも上手くて歌も上手いっつっても、だったらかなりすごい存在になるんだろうなっていう、はい、感じはとてもしましたね。はい、ということで今回は以上です